ある日そのいろいろと煩わしいこと、悲しいこと、やりきれないことたくさんある中でね、どうしてこんなに争い事は絶えないんだろう、どうして殺し合わなきゃいけないんだろうというね、ちょっと大きな話から小さなね、ちょっと今月の支払いどうしようかとかね、そういう話から、もう全てはうまくいきますようにっていう言葉をね、まあ、よく皆さんマントラって聞かれたことあると思うんですけども、同じフレーズをずっとこうなんか唱え続けるんです。例えばお手洗いをね、掃除するときに、オン黒田の何でしたっけ、エイジャクソワカみたいな、なんかそういうのを言いながら、トイレ掃除すると機運がつきますよとかね、そういういろんな話があるんですけども、インドの方ではオンマニペンデンフムとかね、蓮の中、泥の中で咲く美しい蓮の花、あれは泥の中じゃないと咲けない、だから美しいお花も実はその崇高な気持ちも全ては泥の中にありますよみたいなね、それをずっと延々と唱える。で、この全てはうまくいきますようにっていうのは、できたらもし覚わったら皆さん一緒に歌っていただきたいんですけども、歌詞はたった一つ、全てはうまくいきますようにっていう言葉の、繰り返しなんですね。で、厳密には2つの、パターンがあるんですけども、それしか言ってないんで、よかったら、そのメロディーも実はドレミファソラシドの中に全部入るという、シャープもフラットもない、とってもシンプルな曲ですので、よかったら皆さんで、1番2番ぐらい聴いて、あ、分かっちゃったと思ったらぜひ一緒に歌ってください。2016年が皆さんにとって素晴らしい年でありますので、テンポがね、はい、テンポがなんと108なんですよ。いや煩悩の数ですね。全てがうまくいきますように、どんだけ煩悩やねんっていうセリフなんですけども、大事なのは全てがじゃなくて全てはってことです。あ、すいません、英語でした。いいですか。はい。ちょっと喋りたかったこの曲は東京で初披露をね、僕が本当するはずなのに東京でフライングしちゃって、東京の人たちはもう聴いてしまったという、はい、フライングゲットしました。でも今日は新バグじゃなくてトライアングルです。
ますように。すべてはうまくいきますように。すべてはうまくいきますように。ありがとうございます。最後もう一回。すべてはですね。